起立、気をつけ、レイ、よろしくお願いします。さあ、というわけで始まりました。皆さんこんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございますね。声のキーが全然違いますね。大きい子供たちが騒いでますね。大きい子供たちが、ね、騒いでます。はい、というわけで頑張っていきましょう。はい、はいはい、まずは自己紹介ですね。はい、私、校長先生の石井元気です。よろしくお願いします。はい、そしてどうも、用務員の秋山です。よろしくお願いします。用務員、草むしりをしております。あ、そうですか。ありがとうございます。さあ、というわけで本日も皆さんよろしくお願いします。はい、というわけでございましてですね、はい、まあ、これまで皆さんね、あのすごい応援してもらいまして、うん、@TV のウェザーガールズの日本を勉強するバラエティということなんですけども、はい、なんと本日が最終回でございます。どうすんだ。来年から勝手に喋んないで。来年からフジテレビの土曜8時から、だとしたら俺らも嬉しいわ。MC できるんだから。いや、その時は MC ないないさ。うわー、もうリアルだな。やだな。よし、今日も頑張って進めよう。さあ、というわけで、まあ、最終回ということでございまして、はいはい、本日はウェザーガールズクリスマススペシャルイベントを行いたいと思います。30分拡大してお送りいたしますので、ぜひお楽しみください。はい、さあ、それではまずは恒例の出席を取りましょう。はい、私たちはウェザーガールズ、サラ、ユミ、ミニ、ニュニュ、ミヤ、エース、会長、よろしくお願いします。いやいや、エース、最後なのに。ちょっと遅かったじゃん今。いつも遅い。いつもできてたでしょ。まあまあ、最後ですからね。最後だからいいですね。はい、わかりました。それではですね、元気なのか日記読みたいと思います。よろしくお願いします。誰からですか、日記。はい、私は最初の日記は最高の日記を最後ね。最後ね、最初だったら一発目になっちゃうから。一番好きなクリスマスはなので、最近一人でハッピーな雰囲気を楽しみにながら、街を歩くのが大好きです。ライトが消えるまで入らないことはよくあります。結構長いことついてると思うよね、ライト。日本で暮らせて本当に幸せです。私のクリスマスにはお釣れますように。いや、ありえるよ、ありえる、ありえるよ。雪降るかもしんない。まだ雪降るかもしんない。うん、平均的な冬より寒いから、今年は今のところ去年より寒いからね。全然雪の可能性ありますよ。痛い。ぜひじゃあね、楽しみに見てもらいたいと思います。はい、じゃあ続きまして、私はね、はい、ね、いや、私はね、うん、猫だけにね、はい、猫。そう、私は日曜日ガールニューニューです。笑顔がいっぱいです。イエーイ、ニューニュー、イエーイ、ニューニュー、イエーイ。はい、リキです。はい、セガの終わりを迎え、生まれ変わったニューニューです。あった、はい、新しいニューニュー。新しい、やっぱりああいうのが気になっちゃう。気になります。予言が気になるんだね。私の2013年の 目標は素敵な女性になることです。素敵な女性になるには、どんな時でも自分の頭から足まで、あと指全部気をつけないといけないよ。そして、
私は大茶葉に見えるけど、実は心繊細の心を持っていますよ。とつけ。私は繊細です。繊細なの？心の中は繊細です。心の中はね。大茶葉の見た目でも心は繊細です。なるほど。生まれ変わってる。そう、本当に繊細な人は自分から言わないんだけどね。そうですね。見えない？見えない？見えない。本当に繊細な人は見えないって聞かないんだけどね。はい。そして明日のクリスマススペシャルのためにネイルをしました。かわいい。ならならな。動かしたら分かんないから。かわいい。あ、いいね。いいね。そしてこれは。焦げただしお前くしゃみすんなよ。俺にめっちゃかかったわけ。焦げたね。電子レンジを、すみません。そして匂いが変、なんか変、やばいやばい、焦げた。電子レンジを開けたとき、はい、煙が出てきました。やべえじゃん、何作ったんだ。煙出る料理。皆さんと私はびっくりしました。あとでもう一回調整しました。多分3時間をかけました。完全のチョコレートを見た時、皆さんすぐに笑った。ええどういうチョコ？人が笑うチョコ？危ない。完璧だと思います。結局レッドでし調べたら、チョコレートは湯煎してから冷蔵庫で固めれば美味しくできます。確かにね、レンジ使うって意味わかんないよね。今からチョコ作る溶かし方が、湯煎ね、作り方を間違えました。チョコ？チョコレート。みんなが笑ったチョコでしょ？はぁー、見たいよ。見たい。危ないのチョコレート。え、ないよ。持ってきた。ほんとに爆弾です。わぁ、危ない。マジか。ほんとに危ないもの。ありがとう。危ないですよ。危ないち、気をつけて。危ないものって言ってチョコ渡すの。おいしい。開けて開けた方がいいの。じゃあ見ます。めっちゃ勝つじゃん。秋山さん、あとで病院。え、まだやって、え、つくね。つくね。焼き鳥。これ焼き鳥のつくねじゃない。秋山さん、これね、多分ね、雪だるまですね。つくねじゃないじゃん。なるほど。じゃあ秋山さん1個ね、せっかくだから。俺出せるやつあるかな。頑張ってー。あー、これ元気さんのこれ。これいいでしょ。これはほらすごいよ。何？何？ほら。可愛い。うまい。うまい。このハンバーガーよ。今余った食べちゃダメ。
いや美味しかったわ、ありがとう。本当に美味しかった。食べてみて。食べるじゃあ。じゃあね、ちっちゃいやつあるわ。じゃあ俺もじゃあ食べるか。秋山さん、はい、他のはどうですか。え、他のはどうですか。スプレーだから。ハトだけ。ハトだけだよ。乾杯。いただきます。どうですか。おいいよいいよいいよ。お腹痛いですか。大丈夫大丈夫チョコだよ、チョコ、うん、甘いチョコ、甘いチョコ、おいしいおいしい、おいしいおいしい、おいしい、おいしい。見た目でちょっとマイナスしてるけど、その分反動でプラスがすごい。反動でプラスがすごいから。おいしいおいしい、おいしいチョコです、はい、ありがとうございます。じゃあ笑う理由はちょっと分かったけどね、みんなが、ね、でも一生懸命さね、そうそう、ね、素晴らしいです、ありがとうございます。はい、ありがとう。これは後で、ペニオクの方に出させていただいて。いやダメダメダメ、それはあのアメブロの方で告知させて。ダメダメ、アメブロの方で告知しなきゃダメ。さあ続いていきましょう。はい、はい、私はスヤビガロダーです。イエーイ、どうぞ。ダラダラ、イエイ。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。ごめんね、お願いします。たくさんの人は私に昇格したことがありますか。以前は外国に住んでいましたかと聞きました。実は小さい頃に両親は私に英語を勉強しなさいと言いました。私はいつもどうしてと思いました。でも今私は親に感謝しています。一生懸命勉強しましたから英語は上手になりました。今私は日本語を一生懸命勉強しています。もっと上手に なりたいです。これは私の2013年の目標です。イエーイ、いい目標、いい目標。だから今はもうじゃあ3つの言葉を喋れるってことでしょ。はい、そうだね、すごくない、これすごい。韓国語も自分で勉強しました。うわ、6つ、少しだけ。はー、だって俺らだって日本語もままなってないから。そうだよ、ちょっと下手くそ、ちょっとやばいんだ、うん、すごいよ、さすがですね、すごい。さあ、はい、続いていきましょう。はい、はい、私は金曜日からの2です。いやいや、これや、これや、聞こえないんだった。はい、これは最終回のミキですから、ちょっと長いです。はい、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 今日は会社の忘年会です。台湾でも忘年会があるけど、日本の忘年会を参加するのは初めてですよ。日本に来てからいつもお世話をくださった事務所の方々に、私たちを感謝の気持ちを込めてメッセージカードを送りました。社長の奥さんは私たちのメッセージカードを見て、その場で泣いてしまった。社長の奥さんはずっと私たちを応援してくれて、私たちのために中国語もダンスも勉強してくれました。もちろん感動して泣く場面もありましたよ。泣きもしたらの泣き声は社長の奥さんより大きくて。その情報いる？いや、欲しい欲しい情報だ。結局みんなも泣いてしまった。本当、私はみんなの前で泣くのは苦手なので、頑張って我慢しました。人生初の5年間はこの泣きたい気持ちを抑える中で終わってしまいました。また来年の忘年会を楽しみに。なるほど、まあ来年の忘年会待つより、あの次に新年会っていうのがあるから。新年会は台湾でもある。あ、日本もあるからちゃんと大丈夫。そうそうそう、うん、で特にこの業界の忘年会新年会ってなると、うん、その偉い人が、うん、あの財布から金出してじゃんけん大会っていうのを、世間的に出しちゃいけない遊びとかもいろいろあるから、あなたは何を教えてるんですか。ダメでしょ、最終この業界の教えちゃいけないこと端から教えとこう。ダメダメダメ、グリーンだね。そうですね、ですか、はい、ありがとうございます、はいはい、さあ続いていきましょう。はい、私は木曜日からミヤです。モンスター、
そうですね。そうですね。そうですね。ファッションマスターです。ファッションマスターです。ありがとう。はい、ありがとう。おじさんだ、ありがとう。ありがとう。掛け合いがね、土台なんだよ、ね。そうですね。ありがとう。私はおじさんじゃないよ。いいよ。日本語うまくなってるよ。なってない、本当に。はい、ニキでーす。はい。日本に半年以上も住んでいて、あることを気づきました。今日の女の子は、ショッピングの時も、ディズニーランドに行く時も、ラッシュの時も、全部ハイヒールを履いています。すごいなぁ。えらい。例えば、渋谷の女の子は、10人の中に必ず9人が、ハイヒールを履いている。残り一人は絶対外国人です。はい、台湾の女の子は仕事以外の時間にはあまりハイヒールを履かないです。あ、逆に仕事の時に履くんだ。はい、はい、でも日本の女の子は9センチのヒールハイヒールを履いているのに、ハイスピードで走れるのって本当にすごいです。なんか妖怪みたいな気がしないです。すごい、はい、私たちはもうちょっと長く日本にいれば上手にハイヒールを履けるようになるかもしれません。したらもうハイヒールでテコンドーできる。ハイヒールテコンドーに関しては蹴り技の威力は増すよね。刺さるからね。はい、ありがとうございます。でもね、今日はでも皆さん、今日みんな仕事だから。じゃあそれでね、あのハイスピードで動けるように頑張ってください。だからあのテコンドーハイヒール流を、ね、受けますね。これ作ってもらえる。今大丈夫ですよ。今だな。今だな。スカートだから。後で楽屋で僕も応援してもらう。やらねえよ。はい、じゃあ続いていきましょう。はい。私は火曜日がいつも可愛い S です。イエーイ、エース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 。じゃあ初めて日本に来た時、歩くスピードは本当に遅かったのです。でも最近は進歩しましたよ。なぜなら自己紹介忘れた。歩くスピード、はい、そうですね。じゃあなぜなら最近はすごく寒いですから、出かけるとき歩くじゃなくて走っていますよ。寒いからね。はい、走ったら体がすぐ暖かくなるよ。いいでしょ。みんな暖かくなるからね。いいよ、優しい、いつまでも変わらないで。はい、でも一つ困ることがあります。私がスピードが速すぎるから、みんなは S がいなくなったと思って。そんな速い。いや、いいえって。そ